皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきます。後手番ですよと。玉頭位取り、お、角道止めてきましたね、相手の方。最近角道を止められることがなくてですね。でもこれは居飛車っぽいな。あー、中飛車、角道を止める振り飛車をされることがなかったので結構嬉しい。歩突くと、同歩は角成り同飛車銀で良さそう。歩突いたら銀上がってくるけど、取って同銀、銀ぶつけ、同銀、角成り、同飛車、飛車走り、歩。まあやりすぎか。でもな、銀上がってここ受けられるのも嫌なよな。ここで玉囲って銀上がってっていう形になるのも、まあ言っちゃいいんですけど、全然言っちゃいいんですけど、歩突き銀上がり、歩突き同銀に歩打つと、銀引きは形悪いし、銀下がりはなんか角交換して攻めていけそうだし、いやもう行くか、行こう、迷ったら行く、迷ったら行くのがいいと教わりました。あー、それで、いや、それ同銀同歩でも歩ついて攻めようかなと思ったんですよね。同角に同飛車で、荒すぎ、荒すぎくん爆誕荒すぎくんが爆誕してる、これ将棋荒すぎ、荒すぎくんこれ誕生しちゃってますね。で銀になって、荒すぎくんだこれは飛車には銀で、あ、違う、角で受かるから、角とかで小桂馬紐をつければ大丈夫だからっていう読みでやってるんですけど、さすがにこれは荒すぎくんと言われてもしょうがない。あ、銀打ちで同金、同成銀は同桂、同桂ですか。逃げとくもあるよな、成銀、同成銀、同銀は角使えるっていう説がある。まあでもそれ飛車回られて微妙か。同成銀、同銀でも微妙か。一回逃げとこうかな。飛車なら角打てばいいから、逃げた方が得かな。すぐ取らない。歩とか打ってもらえたら、まあ、そこで取れば歩使わすことができるんで得なんじゃなかろうかという説、説を提唱していきたい。垂らして、まあ、これは歩かな。なられるわけにはいかないし、金上がると飛車が王手桂取りになっちゃうんで、まあ、こっち上がるはあったかもしれないけど、ちょっと薄いから、ここで。そういうもん。そういうもんなんだ。取ったら同飛車で。でもこれ角つなぐ手が、取って同玉に桂取る手を見せてるんですけど、結構受けにくい気がするんですけどね。それ結構受けにくいんじゃないかな。角打って。ここで角取りにされても一回王手で取れて、同飛車か同玉に桂馬取れるし、取ってきたらまあ同角成りで馬できるんで、結構この角が受けにくい気がする。これ何の将棋これ何の将棋でしたっけ。あ、右四間飛車。これは右四間飛車なんでしょうか。しかも中飛車だったとは思えない。あっ、はい、ちょっと評価値だけ見てきます。はい、というわけで最後の局面は互角でした。これ多分相手の方も、自分ちょっと盲点だったんですけど、相手の方も盲点だったんじゃないかなと思うんですけど、歩打って桂取り受ける手があって、これでこう角の利き遮断して桂取り受けれるんで、それされたら互角でしたね。ちょっと桂取りが受からないという読みで投了になったんじゃないかなとは思うんですけど、歩打てば受かるので、難しい勝負、互角でしたね。まあ、若干こっち押しになってましたけど、200点ぐらい。まあ、200点はもう誤差なんで、まあ、歩打たれたら難しい将棋でしたけど、まあ、右四間飛車の勢い勝ちと、そういうことですね。完全に勢いの勝利。皆さん、あの局面になったらもう速攻で仕掛けちゃいましょう。なんか全体的に互角だったんで、すごい勢いよく仕掛けていったのは、悪くなかったっていうことですね。いやー、将棋難しい。あ、お願いします。ちょっと短すぎるんで、2局目いきましょう。
四間飛車って書いてたけど、この方恐怖の級位者じゃないけど、はい出たー、はいはい、パックマン出ていく。パックマン取っちゃりますか、取っちゃりますか。はい取りましょう、私は取りますよ。こないだパックマンして取ってもらえなかったですけどね。もう今日将棋わからんわ今日も将棋がわかりません。もう逃げ引いときましょう。もう将あーわからん、将棋が、将棋ってむずいわ。まあ角には飛車がで大乱戦っていうのが多いんですけどね。将棋だまあこれ確かに、ひえー、まずい。まあでもなんもないか、いかにも危ないけどな。歩突き同歩同飛車は角成り同桂角で飛車桂両取りかけられて、飛車取れるけど取られて王手で、王手受けたら馬引いて竜が詰まされるみたいな激しい展開があるから、まあ、ちょっとしたくないか。まあ普通に銀上がっとくか。いや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 、将棋むずすぎ、将棋むずすぎ、わろたって感じ。金、いやまあ普通なんかないやまあでも確かにこれ一歩取らせた代わりに、あの相手の方がこれ金もりもり先に上がれてるようにちょっと手得してるっていう意味あるんですよね。こっち角の動きですごい手数使ってるんで、相手の方としては歩取らせた代わりに手得しますよっていうことですね。なんて得なんやろ、 1,2,3,4,5,6,7,8 に対して1,2,3,4,5,6,7,8 あれ手得じゃないえ1,2,3,4,5,6,7,8 相手の方8手ですよね。 1,2,3,4,5,6,7 あれこっち9、こっちが手得、手の計算間違ってたか、わからんあれ1,2,3,4,5,6,7,8,9 9対9互角、そっか、ちょっとわかんないっすいやーそうか、別に手損してないのか。まあ、手損しててもこの守りの急所の歩取れてるんで得だとは思うんですけどね。いやはや、いやはやって感じで、まあシンプルに駒組みしていきますか。歩突きで桂跳ねて玉寄って、カニが来い。ちょっと単に突くと玉の小瓶開くの気になるんで、先囲っといて銀でね。いや恐ろしいなこれ、歩ついて歩ついて同歩同銀に飛車回ってこういったら相当怖いと思うんだけどな。あでもこれ歩つかれるやん、間違えた、数え間違えた数え間違えました。はい、なんか同銀って取れると思ってた。いや今のでなんか急に怪しくなったな。まあさすがに怪しいは言い過ぎかな。同歩同銀で銀で解いて、いやいやいや、これは次角出れるんで、まあ飛車回りとか銀引きとかで受けてくると思うんですけど、まあ飛車回りかな。玉受けない、あかん、今日はパニック、世紀の大パニック事件ですね。なんかこの間鬼神連打した時もパニックなったし、将棋ほんと深いですね。こんだけ狭い盤上のゲームなのにこれだけ深い、考えた人は偉大ですね。これ角変なところ逃げると銀取られちゃうんで、まあ逃げ場所ここかここしかないんですけど、こっち行くと銀取られちゃうんで、うん、飛車足してきたと。
まあこれは飛車足しますか、こっちも。いや、これ悪い理屈はないけどな、こっち。一歩得で、二歩得か。二歩得で、駒得で、で、これでまた駒得になりましたし、で、歩ついて攻める権利があって、もうなんなら歩ついて勝ちに行くまであるけどな、まあ急ぐ必要はないのかな。もう切る手までありそう。まあ切るのは同玉で乱暴か。ランボルギーニっていうそういうことが思いついちゃうのかな。よくない。歩ついて、金上がって引くのはなんか銀上がられて、拠点の歩取る手見せられて、ちょっとやりすぎ説あるかな。ただここで単に引くと、銀上がられて、ここ補強されて、歩がつけなくなっちゃうので、つくならここなんですよね。角取って金取ってみたいな激しい攻め合いになれば、この壁銀がひどいんで勝てそうなんですけど、歩には一回角取りに上がられて、逃げた時に、銀上がって、ここら辺を補強されると、ちょっと、まあ、そこで角ぶち込みあるけどな。まあまあまあ、そんな無理する必要ないか。無理は良くない。形勢いいですからね。形勢いい側はそんな無理する必要ないんで、もうシンプルに桂馬使ったり、歩突き同歩歩みたいな攻め見せときますか。まあ今歩突き同歩歩同金で意味ないんであれなんですけど、角コロコロは？角コロコロで、あ、角、ここに打つのは銀で詰まされるか。いや、角打ちが一応歩ついて同歩歩打って、同金なら同角成で、同銀に角で王様取るっていう手を狙ってるんですけど、今打っちゃうと銀で一応詰んじゃいますね、角が。まあ、ここに打たせたからもう満足して切ってとかはあるけど、まあ、それこそそんな焦る必要ないよなってことで、桂馬を活用する。銀コロコロは？銀コロコロは、ああ、銀コロコロ来たか。銀コロね。銀コロはまあ、金上がっとくんですかね。歩叩かれるとひどいけど、その一歩がないから。歩あれば歩叩いて同金に銀成りがあるけど。で、これ、一手回るとこ飛車回って銀が詰むんですよね。まあ、歩突きど、ああ、これは端歩で逆に得した気がするけどな。今、桂馬取られたら銀桂交換だったんですけど、これ歩突くと銀得になるので、得した気がする。さすがにこれはいけるか。さすがにこっちがいいかな。あとは玉頭継ぎ歩攻めとかしとけば、角のラインにも入ってるんで、まあまあ、あとは流れでっていう、八百長の合図。あとは流れでは八百長の合図ですけれども、ネタが古い。ネタが古いし、ネタ古いのにこのネタ何回も言ってる気がするな。同桂で、3五歩突き捨てとくもあるよな。ちょっとおしゃれぶりすぎかな。まあ、ついとくか。ここついといて、同歩って取らせるといつでも叩けるので、この角がライン通ってるときにここに叩く手、結構厳しくなりやすい。でも、そうか、止められて微妙か。ちょっとツーブリすぎた説はあるな。まあ、ここで跳ねて、銀逃げたら角が飛車銀両取りか。両取りというか、まあ、串刺し。だから、受けてきたけど、まあ、桂なって、端に行くのもあるけど、まあ、あんま意味ないか。同金で、同金よりですね、多分飛車使うために。まあ、一回取って、一回取りまして、まあ、これは入るでしょう、同金で。そこで角かな。角成り狙いつつ、こうしつつ、なんか飛車走り防ぎつつ。ちょっと最善か分かんないけど。まあ、こっちも若干、歩ついて同歩に歩打って、同金に桂馬で金取りみたいな攻めが嫌な筋ではあるんで。割と攻めていきたい感じはする。で、これは歩が痛そう。同金は、あ、そうですね。同金だと、こっちの金取る手が今あったんで、同飛車なんですけど、同角成で、飛車が取れるのはでかいかな、これ。飛車中としては。飛車中じゃなくても、これはでかそう。いや、今、銀打てよ。今、銀打った方が、駒渡さないでよかった気がする。
ちょっとこれはナンセンスな気がするな。玉寄りとかで。歩とか打ってもらえると、あ、それは飛車走りが痛いんじゃないかな。飛車走って、歩打って、飛車切って同玉飛車成。でも逃げられてややこしいのか。いきなり同角金。ちょっと駒渡しすぎ。いや、飛車走って歩打って、飛車切って同玉で飛車成って、合駒は銀で詰みなんで逃げるんですけど、それがよくわかめ。金取られると王手だしな。意外にわからないっていうことがあるのか。まあ、銀打っとけば負けはないと思うんですけど、ちょっとな。そういう保険をかけに行って、人生何度負けたかっていう感じなんで、決めれるなら決めたい。そらそうか。なんかややこしいな。飛車取ったのがひどかった気がする。いや、優勢なんですけど、なんかどう決めるかって言われると分かんないんですけど。歩？でも歩打たれて。ああ、でもそっか、歩打って歩打たれたらその瞬間歩ついて角いじめに行けばいいか。角こっち引いてくれたら、まあちょっと攻め弱くなりますし、こっち引いたらこう、金取れるんで。まあこれで勝ちは勝ちか。さすがに。で取って。これが多分大体、あ、危な！危な！銀持ってたら銀で詰みなんか。全然考えてなかったわ。危な！ それは読み切ってたんですよねって思われた方、全然読んでないです。全然うっかりしてました。今のは詰まないって見切られてたんですよねっていうご質問に対しては、もういいえと答えるしかないですね。危な！これ負けたらマジで寝れん。いや、そんなことないけど。寝るんですけどね。僕は睡眠を人生で一番大切にしてるので、寝ますよ、余裕で。寝ないとな、マジで次の日何もできないんですよね。まあもうこれ怖いから取っとこう。ちょっと今の自分何も見えてないんで、もう、激烈に保険かけとこう。寝ないと本当、次の日なんかもう、気持ち悪くて、何もできない、ね、何もできない状態になるんで、睡眠は欠かしません。はい。7時間の睡眠は義務。法律で定められてるんで、それを無視するわけにはいかない。これは、でもなんか、もう決め方がわからん。決め方がわからん。まあシンプルに金狙ってって感じなんですけど。いや、世の中難しいな。まあでもこれはさすがに勝ったと思うんですけど、これ何の将棋でしたっけ？あ、パックマンか。パックマンか。ふう？まあそれが詰めろじゃないから、金取って必死かな。てか、もう一局目もすごかったし、なんかもう今日すごいわ。今日すごい。同桂同金、どっちでしょう。同桂は上で押さえとけばよりかな。これが銀捨て同金飛車成で一間竜の形を作って詰みっていう筋があるんで、まあ相当受けが難しいのと、上部脱出ができなくなったんで、まあこれは普通詰んでるけどな。今の私に詰ます力があるのでしょうか。銀打って、同金は角から詰み、銀打って同桂で、歩打って同金で角打って逃げて金打って同玉から詰みか。あれ今何で詰みって言った？ 銀ですよね。銀打って同金は角打ちで、まあ角打ちから詰みなんで同金でしたね。これは角打ちから詰みで、まあ最後同桂でも詰みですね。いやー どういう難しい。まあちょっとソフト評価値見てくるんですけど、なんか立ち怪しいところあったかな。まあでも、さすがにずっと良かったとは思うんですけど、一応こっちチェックしてきます。まあというわけで今回は、まあ評価値見てきたんですけど、ずっとこっちが良かったですね。まあちょっと戻って、このパックマンの
将棋だったんですけど、同角に銀上がりっていうのが結構珍しいですけど、まあ以下駒組みして、まあなんか攻め方のポイントとしては、歩のない筋の歩をつけっていう格言みたいなのがあって、相手の方ここの歩がないんですけど、そこの歩をこう伸ばしていくと攻めやすいですよっていうのが結構将棋あるあるなので、そこを伸ばしていって、まあうまく攻めれたかなっていう感じの将棋ですね。まあ歩のない筋つけっていうのは結構横歩取りとかで出てくるんですけど、まあ最近そういう展開ちょっとなりにくいけど、まあなんか覚えといて損はないかなと思いますね。歩のない筋をついて攻めていく。で、以下はまあちょっとよれたところもあったんですけど、まあ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 、こっちが悪くなってることはないし、まあずっとだいたい小勝でしたね。で、最後は詰み筋になったと。で、最後はこれ銀打ちに同金だったんですけど、同桂っていう取り方もあって、ただこれには歩を打って、これ同銀はこの尻金から逃げて金で香車取るっていう、まあよくある詰み筋で詰みになりますし、同金は本譜みたいに角を打って、逃げたら角成り、引いても角成りで空き王手で、逃げた時に、まあ金打ちが一例で詰みですね。最後は詰みで勝ったという感じの将棋でした。いやー、なんか、2局ともすごい見たことない展開で、まあでも、面白かったですね。ちょっと、パニックというか、なんか、頭使いましたけど、はい。というわけで、まあちょっとパックマンを取って、2局目はまあパックマンを取ってみた将棋でした。実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。まだ右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。